デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたいそんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室ですすでに緊急事態宣言が発出されている東京埼玉千葉 神奈川、大阪、沖縄に加えて茨城栃木群馬静岡京都兵庫福岡にも緊急事態宣言が発出されることが決まりましたまたまん延防止等重点措置も北海道福島石川愛知滋賀熊本に加えて宮城富山山梨 岐阜三重岡山広島香川愛媛鹿児島に発出されます明日から9月12日までの期間っていうことなんですけれども去年の今頃と比べると状況が大きく違いますよねそんな大変な状況に追い打ちをかけるような大雨数十年に一度記録的な大雨 といったフレーズも耳にする機会が増えていますまた滋賀や広島で地震が発生したりとなんだか不安になってしまいますよねですがそんな不安な状況でも仕事や学業をおろそかにするわけにはいきませんせめて仕事や学業は楽しく快適に行いたいものです前回入力作業を楽にするために ゲーミングキーボードというキーボードのお話をしましたけれども今使ってるキーボードに慣れてて他のキーボードに変更したくないキーボードを交換する以外で入力作業を楽にする方法はないんかという声をいただきましたそこで今回は今使ってるキーボードを変更せずに入力作業を楽にできる ちょっと変わったキーボードのお話をしましょういやせやからねキーボードは変えたない,いんよそもそもラップトップパソコンやからキーボード交換とかできへんのよ確かに一い慣れてるキーボードを変更したくはないですよね特にラップトップパソコンを使用しているとなると キーボードを交換できるモデルっていうのは少ないですからねですのでキーボードは変更しません追加するんですはぁ、あ、キーボードなんかいっぱいいらへんし置いとく場所なんかあらへんでそうですねですがイメージされてるような文字入力をするキーボードじゃないんですよ左手デバイスとか左手キーボード と呼ばれるゲーーーミングキーボードの一種なんです。左手キーボードと呼ばれるだけあって電卓程度の大きさだったり通常のキーボードの半分程度の大きさやったり左手だけで扱いやすいサイズになっていますタッチタイピングで左手が担当するキーが搭載されているものっていうのもあるんですけれどもそれやとあんまり意味がないんですよ 搭載されてるキーの動作を設定できる左手キーボーボドが便利なんです前回お話ししたゲーミングキーボードの特殊なキーと同様に1つのキーを押すだけで設定した文字列を入力したりショートカットキーを1つのキーで実現させることができますキーだけではなくてスクロールホイールとか 十字キーが搭載されているものもあるのでキー入力以外でも便利に使用できるようになっていますスクロールホイールや十字キーっていうのは画像編集とか動画編集といったクリエイティブな作業では作業効率を向上させられるのでかなり便利に使えます左手デバイスやったら ラップトップパソコンを使用していても追加できますねそんなに大きくないのでスペースの確保も問題ないと思います左手デバイスとパソコンとの接続は USB 接続になります残念ながら t y p e C 接続のものっていうのはまだまだ少ないんですけれども今後はね増えてくると思います机の上に左手デバイスを置くスペースなんか確保できへんよ そういう時には足で踏み込めるフットペダルなんてものもあります足で操作ができるようになれば両手はホームポジションを維持できますので文字入力などの作業の邪魔にはならないですねゲーミングキーボードという名称だけで今まで見向きもしなかったかもしれないんですけれども特性とか機能が分かれば 非常に便利なものだと理解していただけると思います左手デバイスなら使用しているキーボードを交換しなくても済みますので是非とも作業が楽になるように導入を検討してみてくださいただしこの左手デバイス欠点もありますそれはあくまでも右利きの人が左手で操作しやすいように作られている とということです。もちろん利き手に関係なく使用できるフラットなデザインのものっていうのもあるんですけれども高機能な左手デバイスの大半は右利きの人が使いいいやすす。ようにデザインされていますですから左利きの人にとっては少し違和感があるかもしれないのでその点には注意してください。 デジタル教室では毎週木曜日の12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信していますウェブサイトや TwitterYouTube でもアプリやパソコンの使い方などの情報を発信していますので概要欄からアクセスしてみてくださいデジタル教室からあなたにプラス1